最大のライバルオランダとの一騎打ち。女子団体の準決勝戦、すごかった。今日本オランダスタートしました。スタートも決まったんですけど、序盤先頭のリム選手が引っ張りオランダをリード。しかし終盤の5周目、2番手の佐藤選手がちょっと寄ってたバランスを崩してしまいますが、その瞬間後ろの奈々選手が佐藤選手を支えるんです。ここでストップ。このアクシデント、先頭を走る美穂さんは気づいていましたか？転びそうになっていることには気づいてないですね。ただこの後に佐藤が、とっさの判断でだいぶスピードに乗っていてまだ上がりそうだなっていうのを感じていたらしくて、はい、このままだと離れてしまうっていう判断をしたみたいで、待ってが一回聞こえたんですよ。はい、この終わって、ストレート出たあたりですね。なんでここでも言っておられるんですか？はい、喋ってらっしゃるんですね。転びそうになって立て直してから、あ、これじゃ追いつかないっていう判断をして、待ってっていう声が聞こえたので、この後のストレートで一瞬緩めてるところがあるんですけど、はい、それで OK を聞こえてまた行き直すっていう。
そういったところではもう出たいっていうか出なきゃいけないっていうか勝ちに行かなきゃいけないっていうような気持ちではありましたね。ですからもうね、本当にチームメイトなんだ、はい、芝居よりも先にチームメイトなんです。なのでお姉様は2000公開でお話聞いても、はい、一緒にいてくれる安心感があるってそういう風に表現してました。でお姉さんの、はい、ナナさんがお姉さん頼ってるのかもどうなんですか。あ、多分安心感ってその今までこう一緒に生活ずっとしてる人たちがそのまま一緒に行けるっていうのは、はい、変なこのリズムの変化っていうのがないので、多分自分だけではなくて他の人たちとも一緒に行けるっていうのも含めてだと思いますね。高木家はすごい、その高木家だけで、そう、坂上忍さんがさっきの伝言で、はい、高木家だけでこんなにたくさんメダル持っててどうですかっていう、どっかのざっくりした質問がいや、でもパシュートは自分たち2人では取れないので、はい、3人4人って言って他にチームメイトがいてのそうです、ね、はい、金メダルでもありますし、はい、いやもう感謝のなんかそういう気持ちで自分たちで取れたっていうような気持ちはやっぱりあまり湧いてこないですし、まあ、でも旗から見てたらやっぱりね、そのオリンピック出るだけでもすごいのに、しかも姉妹で出てて、ほんで一大会でこんなにメダル持ってきたらものすごいですよね。何事が起こったのかみたいな感じで実際現場見ていて、スタートでご家族の皆さんもね、全試合応援されていて、お父様にお話伺ったりもしたんですけれども、はい、メダル取ってお父様に首にかけてあげたりなんていうことはあったんですか。自分たちはこの母が、どうしても次の日には帰れなきゃいけないっていう、スケジュールであったので、帰った時にその2人でかけたいねっていう話をあえてはしてないんですけど、まあ、そういうことにしとこうかと、ということで、セレモニーに見に来てくださった父には、はい、挨拶だけして、はい、メダルの方はまた後ほどという形で、お父さんもやっとあれですね、2人ともね金メダル取ったから、こんなに心の底からもう諸手を挙げて喜べる、ね、大会もう高木家にとったらもう歴史的快挙を達成したオリンピックということになりました。まあますますこれから時間とともにこのメダルの重みも増していくんではないかと思いますが、そうですね、はい、やっぱり地元に帰ってこう皆さんにもゆっくり挨拶をしたいなとも思いますし、感謝の気持ちをなんか伝えながらいろんなことを話したらなとは、うん、はい、好きなみな質問でもいいですか、はい、一番やりたいことなんですか。やりたいことか、あんまりこう今すごい時間に追われていて、この後にも大会が残っていてっていうことも含めて時間に追われている部分もあるので、そこまで考えてはいないなと思うんですけど、でもやっぱ地元の人たちには会いたいなという気持ちはありますね。その大会もね控えてらっしゃってね、オリンピックだけじゃないんですもんね。そんなね伸びきった僕みたいにはなれないんですよ、ね、通常のようには一つ言いたかったんですけど、そのさっきの佐藤の抜けたというか途中で、はいはい、あれ多分ミスっていうか表現かあったかなと思うんですけど、はい、ではなく多分相当足きてたと思うんですよね、やっぱり体力が、はい、でそういう場所を佐藤も滑ってるので、はい、それでもうギリギリのところでこうみんな最後本当にいつ足が止まってもおかしくないようなところで滑ってるので、なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、あれはミスではなくても攻めた攻めての結果だったと思います、はい、逆によく転ばないで耐えたなっていう、わかりました、そういう言い方なんです、ごめんなさい、全然大丈夫なんです、滑りもしないでね、滑りもしないでよろけたとか言って、ね、滑走の後とかにそういうのもあるんですか、跡とか。そうです、あ、やっぱり氷がこう削れてって、はい、そこに足を捉えてしまうっていうのは、稀にはありますね。でも最終組になるとどうしても前の人たちが滑ったっていうのもあるんですけど、自分で最終組ではなくて数目なので、結構佐藤もギリギリのところで頑張ってくれたのかなって今日は、まあ、こうやってねチームを全体を、佐藤さんのこともそうですし、出演者もいまするか、おしぎりさんもいらっしゃいますしね、みんなで取った金メダルということで、改めておめでとうと皆さんにおし、いただきたいと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。